スイス航空111便墜落事故は、大西洋を横断飛行しようとしていたスイス航空の MD-11 で電気系統のショートによる火災が発生し、緊急着陸の途中で操縦不能に陥り、カナダのノバスコシア周辺岸の大西洋上に墜落した事故である。スイス航空111便は1998年9月2日、 アメリカニューヨークのジョンカイケネリ国際空港をアメリカ東部夏時間の午後8時18分に離陸しスイスジュネーブのコアントラン国際空港に向かっていたこの便は241席仕様の MD-11 で運航されていた機長は総飛行時間約1800時間であり MD-11 の飛行時間は約900時間であったまた MD-11 の飛行教官でもあるが、スイス航空入社前は、スイス空軍で、戦闘機のパイロットだった。副操縦士も同じく、1982年から1990年まで、スイス空軍のパイロットだったが、その後スイス航空に入社し、事故当時の総飛行時間は、約4800時間であった。MD-11 ではわずか230時間ほどで、 あったが、MD-80 や、エアバス A320 などの飛行教官を務める、パイロットであった。客室乗務員12人を含め、乗員は、皆優秀であった。高度3万3000フィートを巡航中であった、大西洋標準時午後10時10分に副操縦士が、コックピットで一周がすることに気づき、機長に報告した。しかし機長は、 空調システムからの軽微な匂いとの認識により、通常の処置として空調システムの吹き出し口を客室乗務員に命じて閉じさせたことで一般は一周がしなくなった。ところがその4分後には一周に加えて目視できるほどの煙が発生した。このため機長は最寄りの空港への緊急着陸を決意し、AST 午後10時14分に管轄するニューブランズウィック州。 モンクトン航空路管制センターに国際緊急信号パン、パンを送信した。パン、パンは緊急を意味するが差し迫った危険を示すものではなく、また遭難を表す命令を発信していないことから、この段階ではまだコックピット内に墜落に直面する危機意識を感じさせるものはなかったと思われる。管制官に対して乗員は当初、 およそ300海里航法のボストン道岸国際空港への誘導を要請し、一旦は受理された。しかし、この時の当該基地は、カナダのノバスコシア州ハリファックスの南西56海里だったため、管制官はボストンよりも近いハリファックス国際空港に着陸することを降下開始直後に打診した。上院もこれを選択する意思を示し、 直ちに同空港への直行が許可された。この時点で乗員は酸素マスクを装着し、機長は操縦を副操縦士に任せ、自らは煙発生時の対応に関するスイス航空の標準機内マニュアルを調べ始めた。AST 午後10時18分、航空管制が ATC モンクトンからハリファックス管制に引き継がれた。AST 午後十時十九分、 ハリファックスから30回りの地点まで近づいたが、高度が依然2万1000フィートと高すぎたので、降下するための距離を取りたい旨を111便から完成に要求した。また着陸するには燃料の搭載量が多く、重量オーバーになる可能性があった。AST 午後10時20分、111便から完成に燃料投機の許可を要求した。完成からは安全に、 燃料投機可能、かつハリーファックスからの距離を30回りに維持可能な空域として、マーガレット湾へ向かうことが指示された。機内マニュアルでは、出所不明の煙に対しては、キャビンの電源を切ることとされていたが、これによって、客室天井の空気循環ファンも停止して、客室天井裏が真空状態となったため、結果的に帰って火を操縦室に呼び込んでしまい、 自動操縦装置の電源が焼け落ちた。AST 午後10時24分、クルーは完成に手動操縦せざるを得なくなったと伝え、続いて緊急事態を宣言した。CVR によると、直後に機長は操縦席を離れ、操縦室後方に上がった火の手の消火に回った。後に残骸から溶けて一つになったスイス航空の機上チェックリストが見つかっており、 これを使って火を消そうとしたらしい。機長はそのまま二度と操縦席に戻らなかった。炎に巻き込まれたか、窒息死したか、墜落時に死亡したかは不明である。その後、照明とグラスコックピットの操縦系機類が次々とダウンし、操縦が困難になった。管制がクルーに対して燃料投機が可能な時間を報告せよと伝えたのに、対し、 AST 午後10時25分46秒に副操縦士がうめき声とも取れる声を発したのが更新記録の最後となった。その後、トランスポンダも途切れたため一時レーダーでしか111便の軌跡は追えなくなった。残された副操縦士は少なくとも墜落のおよそ1分前までは生存しており、この時火災を起こした第2エンジンを手動で停止したことが判明している。 ハリファックスとモンクトンに設置されていた地震計が午後10時31分18秒に記録した衝撃が当該機の会場への墜落を示した。この事故で乗客215名、乗員14名の計229名全員が死亡した。事故機には多数の要人が登場していたほか、ピカソなどの芸術品が輸送されていたが、そのすべてが永遠に失われてしまうこととなった。 事故機の残骸を捜索するカナダ沿岸警備隊、カナダ海軍、アメリカ海軍の艦船事故機の大部分の残骸は水深55メートルの海底に没したが、細かい部品の中には漂流して海岸に流れ着いたものも少なくなかった。機体の残骸はカナダの春節船により海底の泥ごと集め、その後泥と分離するという方法で回収され、最終的には 機体の98%の残骸が回収された。それらの残骸は格納庫の中に3次元モックアップで組み立てられ、様々な分野の専門家による調査が行われた。フライトレコーダーとボイスレコーダーは発見されたが、記録はいずれも墜落6分前の高度1万フィートを飛行していた。AST 午後10時25分41秒の時点で終了していた。 機体の残骸の調査と失われた6分間のフライトデータの実証による事故原因の追求には5年の歳月とカナダの航空事故史上最高額となる3900万 US ドルの調査費用が費やされた。TSB と NTSB からなる合同事故調査委員会が2003年に公表した最終報告によると事故の引き金となった火災は機首部の天井裏から発生した。 ファーストクラスのエンターテインメントシステムの電気配線が不完全であったためアークが発生し、この配線にアーク放電に対する保護機能が備わっていなかった上、近辺の絶縁被膜剤が可燃性のものであったことから断熱剤にも引火してしまったというものであった。また、この箇所での火災発生を検知、警報する装置はなく、非常事態の認識が遅くなった。火災による煙が充満し、 操縦席の CRT ディスプレイが見えにくかったことに重ね、コックピットの配線も類称し故障したために盲目飛行に陥った。フライトレコーダー、通信用の無線機なども電気系統の電力喪失により墜落の6分前から作動していなかった。これらの原因により111便は 操縦不能のまま時速 555km で海面にほとんど逆さまの状態で叩きつけられ瞬間的に登場していた人間もろとも破壊されたとされた着水時の衝撃は 350G に達し遺体もバラバラとなった事故調査委員会の報告では火の回りが早かったため初めに異臭に気づいた時点でハリファックス国際空港に直行するコースを取っていたとしても たどり着く前に墜落していたであろうと結論付けられた。これは、報告によると、最寄りのハリファックス空港へ最適な緊急降下を始めるには、AST 午後10時14分18秒がリミットであり、その場合は午後10時27分に着陸することができたが、この時間はちょうど国際緊急信号パン、パンを発信していた時刻であり、緊急着陸を決断していなかったことと、 実際には完成関係を考慮すると2から3分、余分に時間が必要であることから、緊急着陸効果を開始するタイミングは遅れ、間に合わなかったと予想されるためである。この報告書は、機体システムの機能低下を考慮していない理論的、参考値と断っているが、いずれにしても111便の生還は、火災が発生した時点で、ほぼ絶望的であったとされている。 事故報告書は航空機メーカーに対して断熱剤としてポリエチレンテレフタレートの使用を禁止するように勧告した。ポリエチレンテレフタレートは自己消化性があるということで難燃性素材として断熱剤に採用されていたが求められた基準が十分ではなかった。電気系統からの火災発生場所を全て確認しなければならないとしていた運行マニュアルは事故後 火災発生時の非常事態に対応しやすいように改善された。なお、遺族への賠償は航空会社と航空機メーカーによって1999年9月に支払われることになったが、絶縁被膜を製造したアメリカの科学メーカーに対する損害賠償訴訟は2002年2月にアメリカ合衆国連邦裁判所によって訴えが退けられた。 1990年代後半から積極経営政策の失敗により経営が悪化していたスイス航空はこの事故でさらなる大打撃を受け、さらには2001年のアメリカ同時多発テロの影響を受けて同年10月に資金消灯を起こして事実上経営破綻し、最終的に翌年4月1日付で子会社のクロスウェアが社名変更したスイスインターナショナルエアラインズに 事業上とする形で生産している。ベイツ・ワタにある事故の慰霊碑カナダ政府により2つの慰霊施設が混流された。事故報告書事故概要。カナダ運輸安全委員会。2010年2月4日閲覧。アビエーション・インベスティゲーション・レポート、イン。フライト・ファイア・リーディング・ツー・コリジョン・ウィズ・ウォーター。スウィサー・トランスポート・リミテッド。マグダネル・ダグラス MD-11HB。MD イワフペギーエスコーブ、ノーバスコシア号ナノメートル SW2 セプテンバー1998、カナダ運輸安全委員会、2016年1月16日閲覧、自己報告書結論部、カナダ運輸安全委員会、2010年2月4日閲覧、加藤博一郎、まさかの墜落山と処方2007年、ありがとうございます。